夏目、相手をしてやれ。承知。伊賀の下野五人衆が一夏目、服部様のお召しにより参上つかまつった。女話だと話と思うな。何聞く伊賀のくの一だ。所詮は無勢、蜂須賀昇格の陣にて取り囲め。はっ。これより我が父伊賀忍法闇傀儡お目にかける。見せてやれ闇傀儡神楽舞。闇傀儡、こいつはただのデク人形か。上様への謀反、どう言い逃れするつもりか聞くだけ聞いてやる。謀反だと？貴様らなど服部様にとってただの捨て駒に過ぎぬ。上様、この俺すら利用しただけというか。貴様らすでに用済み。服部様に代わりこの夏目が引導を渡してくれる。たかが人形使いがこの高角に大きな口を聞くんじゃねえ。ならばその人形をどれほどの力か見せてくれる。闇傀儡護衛法。大事ない、もうほとんど見えている。ならばよ、もう手がそこまで。すでに遅い、私を置いていけ。やつ最初からそうしていただければ手間が省けましたもん。ひるぜ。夏目、大義であった。八つかの者らどうした。所詮は山猿、我らの足を止められると思うな。ようやくこの時を待ちわびましたぞ。消えろ、その手を離せ。目障りだ、消えろ。使い捨ての駒だと舐められたもんだぜ。山田の余震で使ってやった、仇で返すと愚かなり。だかつおな、なぜわかった。所詮は盤面の駒、その後清むなどは意図たやすきこと。ご託はいいがな、奴らが逃げるぜ。た、よほど慌てたと見え、種をまけども、目を育てる糸もなく乗っ取りすその体、未だ不完全。
このダカツを甘く見るなよ。撒いた種、これだけじゃねえぞ。貴様はすでに捨てた駒、二度は使える。ダカツ王の憑依の術よ。あと半時ばかりでその心まで奪われておったわ。申し訳ございません。綱で、またも逃がすか。よくよく運の良いやつよ。脱ぎ捨てられた偽りの仮面、その本性を白日のもとにさらけ出した飛龍戦、迫り来る闇の深さは用として知れなかった。